ただいまより明日の試合に向けて、会議を開催する。ちょっと僕よりもトロフィーが低い人は、喋らないようにしてくださいね。僕の指名があるまでは喋らないようにしてください。もしも喋る人がいたらね、斬首の刑に処します。はい、なんで喋らないでください。はい、まず点ごと、なぜそのような最多トロフィーになってしまったのか、僕に説明をしてください。聞いてくださいよ。これからトロフィーをあげようかなって思ってた時に沼っちゃったんですよ。これってしょうがなくないですか？ああ、なるほど、沼ったか。まあ、僕の場合、最多トロフィーが8670なので、もし沼ったとしても8400ぐらいまでしか落ちない。まあ、これは君たちで言う沼ではないのかな。君たちは8400にすら到達していない人もここに何人もいるね。ということは、トロフィーが高ければ沼ってもそこまで落ちないということになるので、沼ったは言い訳になりません。はい、次。いや、トロフィーこう上げてるときに、最後の方ちょっと調子が落ちてきちゃって、ここからもうちょっと上がるかなと思ったけど、調子が落ちてきちゃったんだよね。はあ、なるほど。最後の方少し調子が落ちてしまったと。落ちてしまったのは調子じゃなく PS なんじゃないですか。僕はね、調子が落ちるなんてことがありません。なぜなら、プレイヤースキルが高いから、僕が上手いからです。僕が上手いので、相手に負けるということがない。だからあんなにもね、高いトロフィーを維持し続けることができるんですよ。わかりますかね？わからないですよね。そりゃ8370の来世にはわからないですよね。はい、次。あ、ちょっと、君、踊らない、踊らない、踊らないよ。君だよ。あ、俺か。いや、確かあの時、裸で逆立ちしながら、ケツでやってたんですよね。だから多分、8400までしか行けなかったんだと思います。こいつはやべえや。はい、次。いやー、ちょっとね、いやー、最終日まで上がらなかったんですけど、最後の方、ちょっとね、調子が上がって、たまたま、8500行けましたね。結構、割と上がりました。8500で、ちょっと上がったか。いや、本当に面白いチームですね。僕だったら、8500だったらもう3日は寝られませんよ。恥ずかしくて。いや、8500でちょっと上がったか。困りますね。そんなこと言われたら。僕なんてね、ちょっと上がって、まあ、ちょっと上がったかな。まあ、僕の中では少し、上がらなかった方なんですけど、8670でした。なのでね、皆さん僕のトロフィーをね、抜かせるまでね、発言権はないのでね、僕の、トロフィーを抜かすまで、頑張ってください。ということで、明日の試合に向けての、会議を終わりにしたいと思います。皆さん、トロ上げご苦労様でした。ライジョンです。そうね、今日もやっていくんですけど、今日もね、やっていきます。一緒に展開だということで、やっていきたいと思います。今日もね、ペカ工場で展開に行きたいと思うんですが、前回ね、ガゴ型でやったんですけど、結局ね、マジアチャ型の方が俺自身の知識も多いので、マジアチャ型を固定してやっていくことにしました。はい、ってことでいきます。よいしょ。はい、なんですけどね、ちょっと、あとね、2週間切ってたんですよ。気づいたら。シーズン終わるまでね。そう、なんでね、結構、駆け足でね、行きたいと思いましたね。さあさあさあ、こういうところ俺ゴース投げちゃおうかな。まじゃちゃ。さあ。いやー、これ延命するべきなのか。いやー、しなくてよかったっすね。マスケが来てた。さあ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 。この割とエレキ。こういうところをエレキとかで抑えていくと。んでもって、ここら辺ね、まあ、とりあえず、もう一回、今ね、端前で攻めて、こう、相手もね、こう、対応してきて、で、小屋のね、こう、残り数とかがね、流れてくるところなんで、ここはね、逆サイ端前誘導とかせずに、一旦後ろからね、入っていく感じですね。はい。まあ、そんな感じで、こういう、ババが来たら、俺だったらね、ペッカ合わせちゃいますね。やっぱ、ババというのはね、ペッカに対してめっちゃ強いカードなので、こう、ババを切ったら、このペッカ足を当たるとき、なんと、ババがいないんですよ。なんで、ここら辺、ポイズンとゴーストですね。まあ、ダメージはね、さすがに、ここはおられたくないので、こう最低限に抑えていきますと。はい、ここですね。まあ、ワンチャン相手が細かい気あるのか、わからんといったところなんで、マジアチャ、ぶち転がしていきます。さあ、ただ、ここは、タルババ、ペッカ切ってくれ。切ってくれ。出たー！これ、タルババに反応しとるやん。出たよ。これ今の、めっちゃいい受けっすね、相手。さあ、ここは一旦スルーしていきます。ここに言うのとか対応するとまた相手にこう対応されて一回落ち着かなくなっちゃうので。はい。で、ここはババあるんで、ここでね、ババでキャッチングされないように。
さあこっちに出すと工場が刺さるという感じですね。いやただこれちょっと大変ですね。あのババ2体無視しちゃおうか。うん、さあ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 、あのババ2体はね多少、さあここはケツペッカイですね。ここはケツペッカイいきます。でババとマスケとってことはナイトとかが入ってない感じですね。はいはいはい、よいしょ、まあ、このねスケドラが範囲で結構たまにねユーノとかにしばいてタワーにダメージを与えたりするんで、でこういうとこですね、こういうとこで相手はババを出したいんですよ、こうめちゃくちゃなんで、こういうとこにねゴースト工場ですね、ゴースト先行工場でどっちかにババを出すんで、はいはいはい、でこう来なかった方にこんな感じでねぶち抜いてあげると、でザッパ打ってオッケー、完璧かじゃないですかこれ。であとはボーイポイズンと端前を抑えればいいんでね、はい、こっちの方にねペッカ出してあげて、よいしょ、なーグッドゲームという感じでね、こんな感じで、スケラ相手はですね、なんか一回相手がスケラを出してくるんで、それまでこう、後ろカードを出して、こう、トン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 っていくんですよ。そう。で、基本的には、さっき、俺がケツペッカしたタイミングでスケラ打たれたんですけど、そういうところで結構防衛ポイズンをしがちなんですけど、ああいう、例えばですよ、逆サイケツペッカ、した時に2体ババが流れてきた時にこうスキラ合わされてきたらこうね1回目のスキラですねポーズ合わせるしかないんですけど、こうペッカの同サイドに出されたらペッカのもう1枚ユーノとかゴーストですねを出せばスキラっていうのは結構抑えられるので、で後ろにマジアジュとか出してあげて端前もねこうなんだろうベビードラとか、スキドラが流れてくるんで、そういう範囲系ユニットでタワーにダメージを与えさせないようにちゃんとね端前もケアしてあげると、あのように綺麗にカウンターが決まります。はい。で、ペッカが流れるときと同タイミングで、こう、ゴース先行からの工場ですね。あの形が強い。あの形が強いがゆえの、マジゴース採用みたいなとこあるんで、このペッカ工場デッキはね。そう、だからまあ、これがダックプリとの違いですね。まあ、ダックプリだったら基本的にこう、ペッカの後ろになんか作ってね、まあ、ジャイダックプリみたいな感じで、ペッカダックプリみたいな、そう、形を作って結構攻めていくっていうのがね、そんな感じになります。まあ、ダックプリ型もやってくるっていう声があったから、次ワンチャンダックプリ型とかでやろうかな。うん。あ、ただ、このゴースト工場が強いんでね、本当に。さあ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 、やっていきますと。まあ、とりあえず、ここは、まあ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 、ね、本当はね、おーおー、びっくりした、びっくりした。トリトン重いんですよ、マジで。さあ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 。これ、ライトニング巻き込まれないようにね、だけして、工場を逆再移ります。で、こういうところね、ユーノとかで抑えると、ただね、しばかれるだけになっちゃうんで、こうやってね、工場で逆サイとか釣ってあげると、相手はトリトンメガゴと出してライトニング切ってるんでね、これエリクサーないっすね、全然。なんで工場がこのように刺さると。で、こう流れてくるじゃないですか。これをですね、ちゃんと。さあ、このように、超ギリギリで、もうタワー別に今一発入ってもいいぐらいだったんですけど、ここでペッカですね。もうペッカマジアチャー。もうこのやばいっすよ、この組み合わせ。タワーの滝は、ペッカに行ってると。これなんでね、絶対ゴーストが死なないんですよ。ミリで残るっていうね。さあさあさあ。こんな感じで。いや、タワーが折れると。素晴らしいです。ありがとうございます。そんなに言っていただけるなんて。とりあえずね、ここら辺、エレキの滝を変えて、まあ、キングにもね、ダメージを与えていく。ここで大事なのが、ゴレ相手に1300。多分守れません。なんで、こういうところで、まあ、次ミニペがあるんで、ちょっと待ちなんですけど、ゴレとか来た時に、このね、工場で攻める。で、キングを追って、1-3で勝つっていうプラン。まあ、キングを攻めて、そしたらね、アリーナタワーだけじゃなくなるんですよ、攻めるサイドが。そう、なんで、こう、キングを攻めるっていうのが大事ですね、本当に。で、そうすることによって、逆に相手はキングもね、守らなきゃいけなくなって、無視できなくなるんでね、キングへの攻めを。そう、キングへ攻めておくことによって、無視できなくなるんで。さあ、ここはね、トリトン、来ますよ。やべえやべえやべえ、重い重い重い。で、これは一発ババがネクロに入れてるんで、ダクネにね。そう。なんで、ここら辺は結構。で、ここはペッカさえ延命できればいいかなと思うんですけど、残んなそうですね。で、こういうところゴーストとか投げてあげるんですね。そう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 。このようにしてあげて、で、ここミニペクるんでね。うわー、それめっちゃいいウッドだな。さあさあさあ。ワンチャンゴリ来ますね。ゴリゴリのゴリが。はい、さあ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 と。危ねえ、
処理されそうになりましたね。危ない危ない危ない。こんな感じでトリトンを引っ張られそうになったらね、ザップとかでね一瞬タゲを食らせないと、今引っ張られたら結構キングが危うかったんで。でこういうマジアチャとかですね、こうやってマジアチャはババよりも体力が低いんで、このようにねババでタゲを集めてあげるだけで平石にもなるんでね。さあ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 、そんな感じでやっていくんですけど、ここまたミニペとかあるんでね、ケツペッカから展開していきます。さあさあさあ、これ一発殴れなあ、でけえ、めちゃくちゃでかいですね。これゴレめっちゃ安心、安心安全だ。いけるって、ここペッカーエレキ作ってワンチャンライト打たれるんで、こういうタイミングとかで、はい、工場ゴーストからの言うのですね、この形覚えてください。でここにザップを打つと、そうするとねマジでミニペとかプリンス突破できるんですよ、このように。でダメージを与えることができるので、こうペッカーエレキとかこういうライトニングとかね打たれやすい形を作ってからやってあげるとね、めちゃくちゃいいですね。さあ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 、ここもゴーストからしばいてあげて、さあ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 と、さあこのようにね。でこっちは工場と、いうのも追加してあげましょうか。でもポイズンまでいきます。いやーマジかよ。さあ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 、いいですよ、いいです、いいです、素晴らしいです。でとりあえずこのようにねしてあげて、でこれペッカミニペックるんでオート。さあさあさあ、おっと、それは、さあさあさあ、いけ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 、おいー、センキュー。まあ、こんな感じでね、キングも狙わないと相手はこうなんだろう、キングサイドにじゃなくてアリーナタワーサイドにね、相手からしてこう後ろからダクネ出して、メガゴ出して、ベビドラ出して、ミニペ出してって、こう一方向サイドにこう出しただけで、で真ん中これボーンで相手は形を作れるんですね。でトリトン出してきたペッカに対してトリトン引っ張るみたいな、もう受けから完全に入って相手を攻めさせないようにして、こうゴレっていう動きができるんですけど、このようにねキングも攻めてあげると、キングも1000ぐらいまで削れてたんですよ。だからあと1回ユーノとかゴーストを許容したらキングが折れるってぐらいまでね言ってたんで、そうするとこう両サイドを展開しなきゃいけないから、ケツから出すメガゴとかがキング向きになったりするんですよ。そうなることによって若干ね隙が生まれたりするんでね、絶対このキングもゴレとか、特にあとラバですねとか、まあジャイとか、まあこういう大型の相手、後ろからユニット出してから端前で攻める系の相手に対してはこうキングもねちゃんと攻めるのが大事ですね。うん、逆にこういう小物相手とかだったら相手みたいな、ね、立ち回りをしなきゃいけないんです。そう、逆に俺が後ろからこうユニットをね、ゴーストとかいうのをこうアリーナタワーサイドに後ろから出して、端前ペッカパーンみたいな、そういうなんだろう、まあ立ち回りを相手によってね変えていくっていうのがね大事になってきますね。はい、さあゴースト出していきます。ここでですね、まあこのキング攻め割とねしない人も多いんでね、ぜひ、おおマジっていう感じになると思うん でこれベビドラ来たんでペッカ出します。まあこれキング起動かな、トルネで、うんって感じで、これゴレ、いや抑えれるか、抑えれないという感じなんですけど、こうボンバーってことはゴレですね。いやボンバー、非常に強力なカードなんで、ね、ここポイズンっていきます。さあ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 、そう、あとねザップも俺今手元に構えてるんで、ボンバー結構ねスケアミ入ってたりするんですよね。さあ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 、序盤のキング起動を受けたね右からしたら、まあそこそこいいんじゃないでしょうかと。さあさあ、ここもゴレ出される前に始まり言うので、でこうやってねキング起動されてるときはゴーストよりも若干こう突進ダメージなので、ね、ユーノの方がこうキング、じゃあアリーナタワーに対してキング起動されててもこのようにね1200近く火力出せるので、ゴースト結構この逆に体力とか多いんですけど、その分攻撃モーションが遅いんで、若干このキング起動されてるときはねユーノの方が多くダメージを与えますというねいい話をしちゃいましたね。さあさあさあ、ここは相手2体ユニット出したんでね、そのうちライトニング来ると思います。なのでこんくらいかな。おっとマジか、はい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 、よい、それありがてえありがてえ、いやーだいぶ無傷、だいぶ無傷、いやこれはザップで落としときか。さあ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 、でこれ出していってケツペッカですかね。
さあ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 、いいですよ。ダクネをね、潰さないことには始まらないんだよ。で、こうやって魔術とかを出してあげて、平石にすると。そう。で、このようにね、エレキだったら、ババより体力が高いんで、エレキに当たっちゃうんですけど、マジアチャはね、ババより体力が低いので、こう、平石にできるときはね、マジアチャ出すことをお勧めします。まあ、このようにね、最後は、まあ、攻めてあげてね、相手のこう、攻めるタイミングを失わせるといったところで。さあ、グッドゲームです。割とね、ゴレとかやっぱ最近ペッカよりね、ペッカに相性がね、いい説までね、流れてるんでね、そう。やっぱりなんか、ミニペとか結構処理しにくいし、こう結局、逆サイ無視されて、なんか、ゴレミニペ、ボンバー、ダクネみたいな、ベビドラみたいな感じでライト打たれると結構突破されたりするんで、まあ、このようにゴレに対しては、序盤ガツガツ、ガツ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 って攻めて、序盤でね、結構タワー折って、相手にね、後半、そうですね。だから、相手がライトリング持ちの時ですね、は、あんまりペッカエレキ作んないですね、このように。はい。で、ペッカとかが、なんかそう、トリトンで引っ張られたりしたら、こう、さっきみたいにエレキ出したりするんですけど、うん、基本的にはなんか、ペッカプラスのリクユニットもう一枚だからエレキとかマジアチじゃないユニットで抑えたいかな。うん。で、平石にさっきみたいに工場が手札にあるときはマジアチを出してライトニング誘って、工場を出して平石にするって感じですかね。ペッカタワー工場でこう行くっていう、そんな感じですかね。うん。まあそんなところかな。でもこれワンチャンこの工場は110で、あれなんで、このドンピシャーというかタワーもちゃんと含まれてればペッカ工場で、タワーでね、ライトニング3箇所に当たるんで、エレキでもね、できるんですけど、こう、ペッカとエレキだけに打たれた場合ですね。そう。なんかで平石に来るな、つって、ペッカとエレキだけに打たれた場合は、こう、ババよりね、体力が低いんで、ババがこう、生まれてからは、エレキをね、タゲ取られちゃうんで、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないよって人もいるかもしれないんですけど、そういうことです。ババ、そういうことですね。はい、ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、まあ、2日に1回ぐらいかな、今一緒に展開道、の動画を出してね、もしよければね、一緒に展開行きましょうということでね、高評価と、チャンネル登録と、あとね、よかったよと思った方はね、コメントとかもよろしくお願いします。ということで今日は終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。